クリーブランドはアメリカ海軍の軽巡洋艦。クリーブランド級軽巡洋艦の一番艦。艦名はオハイオ州クリーブランドにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。クリーブランドは1940年7月1日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港し、1941年11月1日に H バートン夫人によって浸水。 1942年6月15日に艦長エドムンド・ W ・バーロー大佐の指揮下収益する。1942年10月10日にチェサピーク湾を出港し、クリーブランドは29日にバミューダ諸島沖で北アフリカ侵攻のための任務部隊に合流する。クリーブランドは第二次世界大戦に投入された初の新型艦艇となった。クリーブランドは11月8日に 普通モロッコのフェドハライの上陸支援の艦砲射撃を行う。その後も12日まで偵察巡航を行い、24日にノーフォークに帰島する。1942年12月5日に太平洋に向けて出港し、1943年1月16日にエファテ島に到着する。ソロモン諸島への圧力強化のためのクリーブランドの最初の任務は、 ロバート C ・ギフフェン少将率いる第18任務部隊と共にガダルカナル島に向かう戦団を1月27日から31日まで護衛することであった。予定では第18任務部隊はサボ島沖に待機して日本側の反撃に備え遅れて出撃する空母エンタープライズ機関の第16任務部隊が上空を援護することとなっていた。 クリーブランドは29日と30日の連ねるマ魔沖海戦で日本軍による激しい攻撃に対して対空砲撃を行った。クリーブランドはアーロン・エス・メリル少将の第68任務部隊、通称メリルの襲撃隊に加わる。3月4日、第68任務部隊はエスピリトサントを出撃してザセロットと呼ばれるニュージョージア海峡へ向かい、 クラワンへ踏み込んで、コロンバンガラ島の日本軍を攻撃する。同日未明に行われたビラスタンモア野戦では2隻の日本海軍駆逐艦、ミネグモとムラサメを撃沈し、往復戦4 0 0マイルの航海を終えて3月9日、夕刻にエスピリトサントに帰島した。その後もコロンバンガラ島をめぐる8回の戦闘に加わる。クリーブランド艦長は6月に、 アンドリュー・ジー・シェパード大佐に交代する。引き続き、第68任務部隊に所属するクリーブランドは6月30日にショートランド諸島を砲撃し、7月12日にはニュージョージア島のムンダに対する上陸の支援を行う。両艦コロンビアと入れ替わる形で、オーストラリアのシドニーでの10日間に及ぶ短期の補修を受けた後、10月26日と27日には、 トレジャリー諸島への上陸前艦砲射撃を行う。第39任務部隊は11月1日にブーゲンビル島進行部隊の支援のためブカ島とボニス、島へ砲撃を行い、同日のうちに南に向かってショートランド諸島への攻撃を行う。その晩に起こったブーゲンビル島を機械戦に参加し、クリーブランドはその功績で海軍主君部隊賞を受賞した。 クリーブランドは、両艦と共にレーダーを使用して4隻の日本、海軍巡洋艦、秒光、羽黒、川内、阿賀の目標に1時間以上の砲撃を行い、川内の撃沈に貢献した。続いて、夜明けまで残りの艦を追撃するが、明け方になって70機の航空攻撃を受け、一発の資金弾が艦を大きく動揺させた。クリーブランドは応戦し、敵機数機を撃墜する。 ブーゲンウィル島を機械船においてクリーブランドは840発の6インチ砲弾を発射したが、両艦の中では最も発射弾数が少なかった。12月24日未明には再び、ブーゲンウィル島北端部への砲撃を両艦と共に行った。年変わって1944年2月13日から18日まではトラック島とグリーン諸島の間を偵察した。 トラック島からの反撃を警戒したが、その様子が全くなかったので、駆逐艦部隊に工事を託して引き上げた。3月17日から3月23日までは、エミラウ島攻略支援を行い、その後補給と修理のためシドニーに向かう。4月21日に、ソロモン諸島に戻り、マリアナ諸島進行作戦の準備に入る。5月20日、 ブーゲンウィル島に残存する日本軍人地を目標に、砲撃訓練中、予想外の反撃を受ける。大航警報と思われる砲台から撃たれ、資金弾による大きな水中が立ったものの間に、損害はなく、砲撃により間もなく敵砲台は沈黙した。クリーブランドは1944年6月8日から8月12日まで、マリアナ諸島侵攻作戦に参加する。 サイパン東砲撃では、クリーブランドとモントピリアが、最も多く、砲弾を発射したと噂された。6月19日、20日のマリアナ沖海戦では、第58任務部隊に合流し、第58.3任務軍に属する。空母艦載機部隊を突破した日本軍機は、ほとんどなかったが、クリーブランドは少なくとも1機を自ら撃墜し、数機の破壊を支援した。 テニアン島進行中の7月24日にクリーブランドは駆逐艦ノーマンスコットを支援する。ノーマンスコットは敵砲台から数秒のうちに6発の直撃弾を受ける。クリーブランドはノーマンスコットと敵砲台の間に割って入り、それ以上の直撃弾を妨げた。9月12日から9月29日までクリーブランドはパラオ進行に参加し、10月5日に オーバーホールのためマヌス島を経由し本国に向かう。オーバーホール後の1945年2月9日にスービック湾に到着し、2月13日、14日にはコレヒドール島へ上陸前の艦砲射撃を行う。その後もパラワン島、プエルトプリンセサへの上陸支援、ビサヤ諸島、パナイ島、ミンダナオ島のマラバン、パランへの攻撃を行った。四月十四日には、 ダバを攻略支援のため出動した。6月7日にスービック湾を出港し、6月10日にボルネオのブルネイ湾上陸部隊を支援する。6月15日にスービック湾に帰還し、その後6月30日にマニラでダグラス・マッカーサー・ゲンスイが上官。マッカーサー・ゲンスイと彼のスタッフはバリク・パパン攻撃を感情から観察した。 フォックスデート称された7月1日には上陸前の艦砲射撃を行う。マッカーサー将軍が部隊と共に上陸地点を視察した後帰還してマニラへ向かい7月3日に到着した。クリーブランドは新たな巡洋艦任務部隊第95点に任務軍を編成して7月13日に沖縄に向かい7月16日に中条湾に到着する。部隊は 沖縄を拠点として東、シナ海と航海における日本艦艇に対する総会攻撃を8月7日まで行う。この方面には敵の2隻の戦艦と数隻の空母、駆逐艦、100以上の体当たりボートと航空機が潜んでいると信じられており、実際にそのような情報が届いていた。しかし、作戦では 漁船程度しか見つからず、東、シナ海での連合軍の正解権を確立した。クリーブランドは9月9日に沖縄を出港し、占領支援任務及び和歌山からの連合軍捕虜輸送支援を行う。その後アメリカ第六軍が本州に上陸するまで海軍占領部隊の一部として任務に従事。10月28日から11月1日まで東京湾で停泊した後、 新ワ湾、サンディエゴ、パナマ運河経由で12月5日に、ボストンに到着、オーバーホールに入る。オーバーホール後は、ニューポート沖で様々な訓練を行い、その中には1946年6月に、海軍予備役兵のノバスコシア州ハリファックス、ケベックへの巡航も含まれた。その後フィラデルフィアで不活性化工事を受け百四十七年二月七日に、退役。 1959年3月1日に除籍後、1960年2月18日に売却された。クリーブランドは第二次世界大戦の先行で海軍主君部隊賞に加えて13個の従軍聖賞を受賞した。エドムンド・ W ・バーロー大佐、アンドリュー・ G ・シェパード大佐、ハーバート・ G ・ホップウッド大佐、チャールズ・ J ・マグワヤ大佐。ありがとうございます。